春というかね、学生さんとか新学期とか、はい、新しい学校に行きますけど、藤井さんも、あ、そう、今度あ彼は高校生になって、ね、彼はあの幸いに高校生になって第一局を勝ちました。うん、で、あの藤井さんは、まあ、仲裁でですね、まあ、これから先ですね、ただ、うん、一つはね、いや、あのものすごくこれからも大活躍をすると思うんだけども、まあ、私の経験から言っても、まあ、私も、まあ、大学まであの行ったんですが、さすがにね、高校になっちゃったら勉強時間がやが多くても増えますからね、まあ、ある意味中学生の時よりも高校に入ってからこれからの将棋の活躍はある意味あの相当あの大変だと言えます。なんだって勉強時間増えますもんね。そうすると いくらなんでも勉強時間増えるんだけども、いくらなんでも、まあ、いつもテストがですね30点じゃちょっときついだろうから、やっぱり、まあ、あの7、8点あの点数を取ろうと思ったらやっぱり野合でも勉強しなくちゃいけませんから、当然職な研究の時間はぐっと減ってきますよね。うん、で、まあ、あのやっぱり高校になってくるとやっぱりなかなか勉強も大変になってくるから、そのあたりをですね藤井さんはですねこれからがあ本番ですね。はい、加藤さんちなみに高校時代はどんなふうにしてこうやってらっしゃったんですか。まあ、あの私はですね、まあ、なんだろう、まあ、一つはですね、まあ、あの学校側にも理解があってですね、まあまあ、率直に言って、まあ、学校がですね、まあ、応援してくれるという雰囲気だったので、まあ、それで、まあ、あの早稲田大学にもね行けたんですけどもね、ただだから藤井さんの学校があの名門校なんですよね。多分私が思うんだけど名門校ですから藤井さんだけを特別扱いをしてくれないと思うんですよ。うん、ある意味藤井さんだけ特別扱いするのはやっぱりちょっと、ま、あの目立っちゃって、まあ、周りから、まあ、クレームが来るかもしれないから、その辺あ藤井さん今の藤井さんの高校生活はこれから本当に大変だと私は思います。うん、